皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、先日、ミックスアンププロをご紹介したんですけど、その際に私が、えっ、ー、と、拾ってきたね、えー、プリセットをスプラトゥーン用に使ってたんですけど、えー、まあ、そのプ、スプラトゥーン用のやつを教えてくださいということでね、セッティングをね、えー、ご紹介したいと思います。これも、えっ、ー、と、広いものですから、後でご紹介しますね。えー、元ネタがしっかりあります。私は考えたものではありませんので、えー、ご理解ご了承ください。えっ、ー、と、まず、 詳細設定から、えー、っと、一番左上から申し上げたいと思います。HZHz ってやつですね。これ左から、96、1848、4880、7826、13812。これが、中心周波数ですね。 はい。で、その下、レベル。また左から行きます。6。5。7。7。6。はい。で、その下ですね。えー、体幅。3つありますよね。左から。1.8。2.4。 2.6。はい。こういった具合です。で、今このね、撮影する前に、ちょっと試しにですね、プリセット4つ用意しまして、えっ、ー、と、また同じこと言うと思うんですけど、COD と APEX を2種類とスプラトゥーンこれね、APEX 用にステッドしてあったやつは結構聞きやすかったんですよ、2番目のやつが。 なので2番目のやつもとりあえず今ご紹介しておきますね。もし知りたいって方がいらっしゃったら困るので、これはエーペックス用です。はい。左から中心周波数いきます。えー、954067833901 6339。次にレベルですね。左から5。マイナス5。7。7。1。次に対域幅ですね。左から2。 20.5以上ですね。 で、これなんですけど、えっ、ー、と、元ネタがですね、一応ありまして、その元ネタの解釈からすると、えっ、ー、と、ゲーム、映画、音楽、どんなコンテンツも最高品質にするという、このセッティングです。えっ、ー、と、元ネタ動画解説欄の方にリンクを載せておきます。はい。これね、えっ、ー、と、中高音よりのものかな一応、もっと説明、細かい説明あるので読み上げると、えっ、ー、と、ゲーム、 映画、音楽、どんなコンテンツでも開発者の意図通りに可能な限り最高の品質で全てのオーディオコンテンツを楽しむことができるという万能型プリセット。足音や低音楽器付近の音域。ピアノの音は綺麗に聞こえる音域。リロード付近。まあ、えっ、ー、と、スプラトはリロードないですけどね。の音域。癒し効果が期待できる音域。えー、様々な音域に対応するとても贅沢なプリセット。 え、ドルビーオフのコンテンツ向けに設定されているようですが、オンでも問題ないとのこと。これはオフです。あの、完全にオフ。ドルビーオフをお勧めします。それでは、ちょっと実験にね、4つ、プリセットを使ってやってみたので、いろんなことをやってみたので、それを、えー、聞き比べしてみましょう。はい。えっ、ー、と、では、聞き比べをやってみたいと思います。前回ね、ミックスアンプ紹介した時にはドルビーをオンにしちゃったんですけど、今回はもうドルビーオンにしても意味がないの分かったので、 えー、ドルビーをオフにした状態から、プリセット4つ用意してみました。えー、1番 CO、COD、c a l ブデ f d u ですね。で、2番と3番がエーペックスその1、その2です。で、4番がスプラトゥーンこれで聞き比べたいと思います。えー、っと、まずは、まあ、これはね、あんまりやらなくてもいいと思うんですよ射撃音、ですね。では、聞いてみましょう。まず1番から。 2番。3番。4番。明らかに4番が噛高い音をしてて聞きやすいですね。これに関しては4番が一番聞きやすい。で、次に、異界道。ちょっとこれね、片手でやりにくいんですけど、頑張ってみます。えー、では、1番から。 2番3番4番はい。 えっと、今 BGM が鳴ってないいもあるので、ものすごく聞きやすいですね、これね。ただ4番がやっぱり一番聞きやすいかな。ちなみに、えっ、ー、と、バックでは鳴ってる音は、このフィールドの、なんかレジ、レジスターの音ですかね。うん、レシートが出てるような、そんな音がしてますけど、こんな音しか鳴ってないので、だいぶ聞きやすいです。なので、BGM が流れて、バトルになったら多分ここまで聞きやすくないですよね。はい。 で、えーと、続きましては、イカ潜伏の音。これが一番皆さんが聞きたい音かなと思います。まあね、慣れてる方でもイカ潜伏の音は聞けてもどこにいるかわかんないですからね。当てずっぽで、こう、打ってみても当たらない場合も結構多いので、ちょっと注意して聞いてみてください。では。2番。 3番4番はいえっ、ー、と3番は聞こえにくいのは分かったんですけど2番と4番が大体一緒ぐらいに聞こえますねやっぱりでもものすごく聞きやすいって感じではないですね聞き取りにくいですね これも慣れてる人はね、場所がどこら辺にいるのかすぐ分かっちゃうらしいから怖いよね。はい。では、えー、ジャンプ音ですね。このジャンプ音。これを聞いてみましょう。まずは1番から。2番。3番。 4番着地した音の高音がものすごく聞こえやすいカチャッみたいな4番はねはいではえー、っと最後に潜った時の音このチャポって音ですねこれをこの音をやってみます別に煽ってるわけじゃないですからね 1、H、番から2番聞きやすい3番4番 やっぱり4番ですかね、その次2番も聞きやすかった。はい。あの、チャポンチャポンっていう新鮮な音は聞こえますよね。で、それに対して3番はマイルドになっちゃって、やっぱりなんかオブラートに包まれたような感じ。うん。聞き取りにくいですよね、3番はね。はい。こういった感じで、ちょっといろんな音をちょっとやってみました。また、えーと、わかりやすいね。セッティングとか、聞きやすいなと思うのを発見したら、 えー、その都度動画にアップしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。といった感じで本日はここまでにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでお知らせです。当方のチャンネルは実写チャンネルケルズ、ゲームチャンネルケルケルム G、サブゲームチャンネルケルゲーで構成されております。チャンネルやツイッターへのリンクは動画解説欄からお願いいたします。